久保さん、今日も快晴ですね。スズムシが聞こえております。はい。あのね、借金男さんからね、連絡が来まして、まあ、借金6000万男のその後にしておきましょうか。今さっきちょっと動画撮ってたんですけど、まあ、結論その、ちょっと、強めに叱ってくれてありがとうございますみたいな、そこじゃないなと。なんかまあそういうメッセージが動画で来たんですけど、まあ結局でもね、入金はあると思います。もう久保さん、僕ね、ツバメ返しを今したんですけど、ツバメ返しね、まあその借金男さんのその動画の中でもね、なんかいろいろこうやり合い、まあそれは僕しかわからないんであれですけど、まあそのなんかその言いたいことが、まあその僕の気持ちも受け取ってほしいと。その無料で吉谷さんから教わるのもちょっとどうなのかっていうところで、まあお金じゃないけども、その気持ちとしてお金をこう入れる、そういう気持ちもあるんだよっていうのも、なんかそのなんかあるんだみたいな言いたいというかね、まあそういう感じだったんで、僕はね、じゃあ気持ち入れてくださいっつって言っときました。気持ちを入金してくださいっていうね、お気持ちを、これ多分ね、入金あると思うんですよ。まあその後、まあ入金あったかないかはまた報告しますけど、おそらく入金ありますね。まあいくらかですね。そう。で、まあ久保さんとね、そのラーメン代の2200円の話あったんですけど、僕もこれね、面白いなと思うのが、まあこう情報発信しててね、こんなことがあるんだなっていう。で、僕はね、インスタもやってるわけですよ。で、インスタでラーメンとか投稿するんですけど、僕のファンのお客さんが、ラーメン代5000円入れてくれましたからね。タイトル、ラーメン代5000円にしときましょうか。なんかね、その、2ヶ月前か3ヶ月前ぐらいですか、なんかその、アンケート取って個別動画撮った時に、なんかまあ、商品はもう、ね、買う、まあそのお客さんはもうファンで、もう商品買う必要ない、あんま買う必要ないんですよ。ね。で、商品買ってもあれなんで、僕がオファーしたんですけど、もう商品買うもんないから、じゃあラーメン代入れましょうみたいな。いや、こうやってね、ワンツー動画撮るのは僕しかいないですよみたいな。ね、ジャニーズもできないと。どんなに有名なジャニーズでもワンツー動画をね、送るのは俺だけだと。すごい、このワンツー動画に価値あるよねみたいな。そう思うんだったら、ラーメン代。僕はラーメン食えば元気になれるし、元気になればまた撮れるし、いいじゃないですか。ラーメン代入れましょうってなんか言ったんですよ。そしたら5000円入ってて、マジかみたいな。マジでみたいな。ラーメン代高くねみたいな。すごないですか、久保さん。ラーメン代5000円はまあまあ高いですよね。ラーメン代5000円。別にいくらって指定してないですけどね。5000円はやってみないと、ちょっとびっくりしましたよ、久保さん。気持ちですよね。だからそのお土産とかも気持ちじゃないですか。あれを、まあ、その、なんだろうな、露骨でお金をこうね、気持ちですってお金ね、持っていくのは微妙なんで、物、物販に変えてるだけであって、あれも結局気持ち、お金なんですよね。お金をただお菓子に変えてるだけだし、お歳暮とかもそうですよね。あれもお歳暮ビールとか送ったら3000円、4000円、スーパードライとか4000円とかするでしょ。プレミアムモルツお歳暮で送ったら5000円とかすると思うんですけど。じゃああれ5000円で渡すのか、まあプレミアムモルツその24缶入りで渡すのかで、まあ一緒ですよね。そう。同情するなら金送れってありましたけど、気持ちがあるなら入金しろっていうね。自分でビール買うからみたいな。自分、プレミアムモルツじゃなくて自分で5000円もらったら金麦買うんで、みたいな。だからね、あれもね、結局オブラートに包んでますよね。なんかそのお金っていう、まあ結局お金を渡してるんだけども、そのお金、多分ね、一番いいのはお金なんですよ。多分だってお金をあげた方がその人が選択できるわけですよ。
じゃあビールを買うのかジュースを買うのかって選択できるんだけども、じゃあビール送られてきて、じゃあビールあんま好きじゃなかったら、まあそのビールに限らずそのお歳暮とかもね、あんま好きじゃないやつとか送られてきてもどうするって話じゃないですか。だからお金だったらいくら何にも返還できるので、だけどお金で渡すとなんかなんですよね、なんかそう、多分一番お金がいいと思うんですけど、だそこはねやっぱオブラードに包まないっていうのはねいいと思いますけどね。まあ実際身近なところでそういうやり取りは起こってるわけですから、そうだからね、情報発信ってすごいですよね。別にワンツー動画無料でできるわけじゃないですか猫子さんG メールでしかも送ってますから、僕あの流通コストも0円で、流通コスト0円でしょ、まあ動画も0円でしょ、でまあ G メールで送信ボタンを押したらもう 1,2 秒で届くわけですよ。これ郵送とかだったら2日とかね、速達でも1日2日かかるわけじゃないですか、金かかるし。 G メール1秒で送信ボタン押したら 1,2 秒で届いてね0円みたいなすごい時代ですね久保さんねすごい時代ですよ本当に。まああとはやるかやらないかなんですけど、なんでやらないのかなと、まあいつも思いますけどね。うん、0円でできるのにね、このスマホあればできるわけじゃないですか。そう、なんかねギャラクシーがね、なんか広告出してたんですけど、画素数1億みたいなね、1億みたいな画素数1億ってどんな液晶やねんみたいなね、すごないですか今久保さん、画素数1億みたいなねスマホで1億マジかみたいなね、すげえ時代になったなーって。だから 8K も撮れますからね、まあ iPhone もそのうち 8K 撮れ、次のモデルは 8K 撮れるかもしれないですけどね、いらんだろうみたいなねそんないらんだろうと思いますけど、まあ時代はどん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 進化してって、本当になんかね、進化してないのは逆に言うとそれに追いついてない、それを使いこなす人間が追いついてないっていうねそう、だからまああなたが変化しなくても時代は変化するし、時代は変わるし、まあコロナもね結局もう出て1年半以上経ちますよ。で結局どんどん増えてるし、まあこの現象っていうのは多分まああと3年ぐらいですか、久保さんあと3年ぐらいは、3年5年はずっとこうやり合いするんじゃないですか。まあ本当に特効薬みたいなのができたらね、これ打てばもう大丈夫みたいなのがもし仮にできたとしたら、まああれですけど、今現状としてワクチン打ってもかかるっていうね、まあもちろんワクチンを打つとまあそのまあリスクは減るっていうんですけど、 100% ではないじゃないですか。でもこれ 100% の薬出んのかな、難しいですよね。 100% は人それぞれの体質もあるだろうし、だからまあどん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 時代は変わっていくし、感染者も変わるし、この状況でまだ気づかない、この状況で何かまた新その情報ビジネスっていう、情報発信っていうところの可能性に気づかないんであるならば、難しいっすよね。ほんとね、今のこの時代だからこそ、このコロナがこうバンバン出てね、リモートワークだってなってね、もうね1年半以上経って、この時期だからこそ情報発信しかないと僕は思うわけですよ。逆にここに気づかないんだったら、まあこの億万長者合宿のやり取り見ててもその可能性に気づかないんだったら、まあ気づいててもやらないんだったら、もう無理かもしれないですね。なんか久保さんがね、なんかそのね、億万長者合宿のやり取りでなんか入金があります、入金がありましたみたいなね話を前しててすげえなと思ってたんですけど、まあ実際僕自身もね、
その自分で顔出ししてこういう発信を始めて、そういうね摩訶不思議な現象をいろいろ体験しまして、すごいなって。そう、最近やってないですけど、スパチャですよね、ライブ配信して投げ銭が来るっていうね、前2年前ぐらいすげえやってましたけど、投げ銭もあったし、お金投げてくれんのかみたいなね別に芸能人でもないのにね、すげえなと思って。そう、まああとやるかやらないかなんですけど、やらないからね。そう、久保さんが言ってた通り、やればいいんだけども、結局みんなやらないから、やった人だけが勝てるっていうこの現象ですよ。ほんとね、この現象はね、多分僕と久保さんが何百万回言ったと唱えたとしても、まあ結局みんなやんないんで、だからライバル増えないですよ。多分10年後も20年後も30年後も久保さん絶対質問あると思いますけど、いや顔出しが苦手でって絶対ありますよね、30年後もこれだから逆にラッキーなんですよ。めったか僕はね、ここがすげえラッキーだなと思うとこです。めちゃくちゃラッキーだなっていう、うん、みんながねこうやりだしたらね、もう本当にもう難しくなりますから。そうね、でも30年後も50年後もみんな多分そんな感じで言ってると思うんで、もう続けてやり続けたやつが勝てるって、やったやつだけ勝てると思いますけど、ね、うん、だってもう悩みももうテンプレート化してますから、もう お客さんの悩みもテンプレート化してるので、そう変わんないですもん。10年前からもう変わんないですよ、何も変わってない、悩みね久保さん。はい、では。